はいみなさんこんにちは、えー、今週はソンダーゲーム5月18日分えようこそダニエルですこんにちははいクラブですフリーライターの渡辺拓也ですはいこの3名で届きたいと思っております今回のメニューはですね、はい、トライアングルストラテジー、えー、クラブさんの,、ね、あのクリア後感完想そして、えー、オリオリーワールド渡辺さんのクリア後感完想そして、えー、ダニエルの、えー、とスターウォーズナイツオブザイオールドレパブリックククリア後完想、えー いやー、ーじゃない感想。冒頭、冒頭感想。そしてね、まあ途中でね、あの、ボーナスとして、クラヴさんは、あの昔のプレイステーションのゲームのカ、今ちょうどやってるので、リアルにいる。リアルにいるから。<laughs> <laughs> ちょっと大変そうなんですけど、えっ、ー、と、そうですね、じゃあ、えっ、ー、と、その順までいきたいと思いますので、まず、トライアングルストラテジーについて、クラヴさん、すべて教えてください。すべて、ストーリーとかも含めて全部ネタバレしちゃ <laughs> そうですね、はい、あの3月3日発売で2ヶ月半ぐらい経って僕発売日から少しずつやってて今四十時間ちょうどプレイ40時間で、えー、クリアをしました。まあ、クリアといってもあの1周終わったので、まあ、このゲームは結構分岐がいろいろあって、えーとまあ、何周も楽しめるように作ってあるボリュームたっぷりの作品で。 まあだけど1週だけでまあ普通の僕みたいに SRPG うまくも下手でもない人だとまあ大体だから1週が40時間ぐらいという感じであのまあ本当この作品ストーリー重視のストーリー重視の作品なのであのものすごいボリュームあるしあのストーリーは本当に魅力的なのでこのクリアした後の 読感というか本当に何かあのいい小説を読み終わった後の余韻みたいなものに今まだ使っていて、まあ、物語はかなり僕見事な作品だと思ってるし、えー、キャラクターとかもちゃんとなんてそれぞれ動機とかあるしその、まあ、関係図もしっかりしてるし、まあ、世界設定もかなり裏付けがあるしあの独自の設定持ってきてるし。 まあいろんな意味でなんかこの物語とこの世界にものすごく興味を持って遊ぶことができたし僕結構ストーリーに厳しいのでいなんか最後のオチとかで矛盾が生じたりとかなんかちょっとそりゃないだろうみたいな展開になったりしてまあこの 2DHD2D の前作「あのオクトパストラベラーなんてまさにそういう作品だったんですけど。 このトライアングル・ストラテジーは少なくとも僕がたどった道で言えば最後までえこの世界観とかストーリーが崩れることなくえーすごく美しい物語を紡いでいたのでまあかなりまあ僕のそのゴティのストーリー部門は間違いなく取るんじゃないかなと思ってますしそもそも僕がここ多分アイジェンジャパンに入ってからストーリーゲームその新しいゲームの中で 言うとするならばこれが総理として一番僕がそんな中でよくできてたんじゃないかなっていう,う結構のそのトライアングル・ストラテジーというタイトルからね考えるとまあいわゆるそういったストラテジー、まあ、メカニクスを全面にタイトルにしてるというところでストーリー中心のゲームわ、ね、ーーとはいえこのトライアングル・ストラテジーというタイトルも、うん、あの3つの勢力3つの国があってその3つの国を 中心とした戦争争いっていう話なので、まあ、このトライアングルは実はストーリーにもかなり関わってるんだけれどもストーリーと SRPG のバトルのバランスでいうと、まあ、少なくともロックストーリーバトル4ぐらいだと思うし下手したらストーリー7ぐらいあるかもしれないっていうぐらいキャラクター同士の会話劇が多いしその中でえっとプレイヤーの選択肢が重要になってきてその えっと選択するものによってその主人公の信念が変わってこれに応じて仲間になるキャラクターが変わったりえとまあえとストーリーの分岐が発生したりするしそれからあのその探索パートもあるんですよねその村とかそれからえとまあこれからバトルするっていう時もそのバトルの前にそのマッパー歩いて人に話しかけたりとかアイテム拾ったりするっていう戦闘以外のゲームプレイもあるし。 あとは、新年の天秤といって、この自分が戦っているウォール・ホート系の仲間同士で、次どうすべきかをえっと投票形式で決めるというものがあって、これがすごく興味深いシステムですね。なぜかというと、普通のゲームだったら、プレイヤーにあなたはどっちへ行きたいですかって言って、A、B、C でその中から選んで、だから要するに自分が主人公として物語の行方を握っているみたいなところがあるじゃないですかうんうん、うん。 でもまあ,あの現実世界特に戦争となるとやっぱそのこのゲームもそうで,そうで、ね、例えば自分が左に行きたかったとしても仲間がみんな右がいいって言った場合には右に行かなきゃいけない、うん、<laughs> っていうこともあってまあもちろんそこであの再起動してやり直すっていうプレイヤーもいるかもしれないですけど僕はそういう結果が出た時にその結果に素直に従ってやってみようっていう感じで。 ナチュラルにプレイした結果、え、いや、え、ここ,こでこんなことしちゃうよって、それはなんかその倫理的におかしくないのと思うような道をに従わなきゃいけないとかっていうような複雑な気持ちになる部分とかもあったりして。それはちなみに、<あ>えっと、その,とその、まあ、投票の話なんですけど、えー、システム的にどうやって決まるんですか例えばこれまでに自分の選択肢によるのか、その分、その タイミングでランダムの影響があるのか。まあえっとちょっと複雑でえっと自分がその選択肢とかしてきた中であのまあ自分のそのえっと選択を気に入るえっとタイプの仲間もいれば気に入らない仲間もいるし、あとその探索するときにえっといろんな情報を手に入れることができるんですね。で、うん、この情報を使ってその投票が行われる前に。 えと逆の方向に投票しようとしてる人に話しかけていや実はこういうことがあったからあっち行くべきなんじゃないかって説得することができるんですよね。で説得が失敗することも成功することもあるので、はい、まあその説得できたかどうかで、えー、とまた変わったりっていう感じですね。基本的にには、えー、と仲間にそれぞれぞ自分のの意思があるので えーとまあ、例えば話しかけなかったら彼らは自分の中で正しいと思っているものを選ぶっていう、うん、感じになりますね。でシミュレーション RPG としての部分も、えっと、きちんと面白い内容に仕上がってるし、えー、とその数は少ないけれども今井さんも言ってたけどその数が少ない場の一つ一つの マップとかギミックが個性的だったりちゃんと歯応えのあるものになっているしでまあ、えっと、結構難しいんだけれどもその挑戦して負けた場合にはその挑戦過程の,その死ぬまでの、えっと、経験値は残るんですね。はい、なのでやり直すたびに少し楽になっていくので、えっと、苦手な人でも、えっとまあ、やり直すことでクリアできると思うし。 えっと、レベル上げのためのマップも用意されていると思うのであのなんかその難しすぎてクリアできないということはないし SRPG が好きな人にとってはちゃんと歯ごたえのあるものが楽しめるようになっているというバランスもすごくいいと思いますね。うん、で、えっと、その最後に関して言えば、まあ、このゲームマルチエンド形式だし多分新エンドみたいなものもあるんじゃないかなと思いますけれども僕このゲームすごく気に入っててまだやりたいぐらいなんですけど。 なんかあえて僕が辿ったこの道僕が選択したものこの物語に価値があるような気がしててかここでなんか新エンドみたいなものを追求するのはそのプレイスタイルもあると思うんですけど僕の中ではこれが僕の物語だったっていう気持ちがすごく強くてその中であの完全なななハッピーエンドににっってていのもすすごく気に入ってんですよ、ね、なんか犠牲を払った部分もあるしる死んだ人もいるし。 でもその中で生き残った人たちは自分たちでまあ新しい未来を作っていくみたいなあの感じのエンディングだったのでなんか,か僕完全なハッピーエンドをあんまり好きじゃなくてで特にゲームだとあのやっぱプレイヤーがヒーローだからその全ての問題を片付けるみたいな流れがあるし、うん、ゲームプレイとしてなんかその、ね、ゲームオーバーからやり直して結局最,最高の結果を求めて。 まあそれこそこういうゲームだと新エンドまで求めて、まあ、新エンドがどういうエンドなのか分かんないですけどもしもそのなんか誰も犠牲にならないようなエンディングがあるとするならば僕は逆にそれが嫌なんですよね。やっぱうん、戦争ってそういう犠牲も伴うものだからこそなんかこのちょっとしょ,しょっぱいけれども、まあ、ちょっと希望もあるエンディングもこの戦争物語としてすごくいいなと思ってるので。なんか、うん 僕好きなゲームだったからいずれしたらまたもう一回やるかもしれないですけど、うん、今の気持ちとしてはこのエンディングが僕の物語だったっていう気持ちでがすごく強いですね。それいいですね。はい。あのなんていうかこう複数のエンディングのあるゲームってねあのまあねこれまでいっぱいあるんですけどやっぱこうみんなそれぞれやり方違かったりしてそのメカニック的なところ でも結構やっぱこ、まあ、自分のストーリーに当ったったからこそ気に入るっていうのはすごく魅力的なポイントですよね。そうですね。あ,<れ><で>あの前、まあ、あのえっと Quantic Dream のえっと Detroit Become Human の時あのすごい1回目のプレイスルーですごく複雑なエンディングになったんですけどいいなと思ったんですけどそのゲームだとえっとすぐにこう巻き戻して違う方向を選ぶことはできるようになってると思うんですけどうん、うん それをいろいろじゃあ何を見逃すのかちょっとチェックしようかなと思っていろいろ見たんですけどやっぱりしなければよかったっていう気持ちがありました、ね、最後いわゆのその,そのゲームの流れはなんていうこうそれしか存在しないようには思いたいっていうのもあるし私は分かるわかるそういうあ、はい、デトロイトに関してはそのねあのその選択肢が可視化されたチャートみたいなものも、ね、そ,うそうなんですゲームの中に入ってて、はい まあでもやっぱりあのもちろんデトロイトみたいなゲームの方が選択肢多いしその物語がこうより複雑に変わるんだけれどもこのトライアングル・スタルテジーでやっぱすごくうまくできているなと思ったのがえっとその僕が辿った道の話しかできないですけれどもこれがちゃんとその分岐してるんだけれどもだいたい分岐が多いとあのストーリーの矛盾とかが発生するじゃないですか。はい うん、このゲームはそれが少なくとも僕が辿った道に関してはなかったですねちゃんと一つの物語として、えー、えとうまくまとまってる感じがあったので <laughs> なんかデトロイトとかは特になんかやっぱそのね自分が辿った道なんだけどなんかその道の中にあこれ嘘あれ嘘これ嘘ってなんか指摘できるものがいっぱい出てきちゃうのがちょっとね,ねやっぱ泣いてしまう部分であって。 もちろんあくまでこれ SRPG なのでその本当に分岐が無数にあるような感じではないけれども多分程よいバランスなんでしょうね分岐の数とその中でそれぞれの物語をしっかりしたものにするっていう、うん、バランスがあの見事だなって僕が辿った道に関してはすごく思いました。 なんでもし今年ゴーストワイヤー東京がなければ絶対僕の後手になってたと思いますけど、うん、<laughs> ちょっとゴーストワイヤー東京っていう超えられない壁はあるんでとはいえまあ本当にすごくすごくいいゲームだと思いますねスイッチの中でもまあ僕の中ではトップ5に入るくらいあの、まあ、あの魅力的なゲームになってました、ね、なるほどはいありがとうございます えー、次いきましょう。えー、と渡辺さん、えー、オリオリワールドについて全て <laughs> 教えてください。オリオリワールドはですね、<れ>まあ要するにざっくり言うと、はい、サイドビューで横スクロール的に遊ぶ、まあ、スケボーのゲームで、うん、まあこのゲーム、は IGN Japan でもレビューで9点獲得してて、でかつ、ね、メディアの評価も非常に高くて、で僕、スケボー 全然知らないんですけどただ、アクションゲームとしても楽しめるという話を伺ったので、ちょっとプレイしてみようかなと思って、オリオリワールドを遊んだんですけど、ただ、これ、僕が全くスケボーのことを知らない人間として遊んだ感想としては、これ、ある程度スケボーの前提知識がないと楽しめないなっていうのが僕の感想でして、もちろんこのゲームって、スケボーを坂道を滑ったり、グラインドでガーってやったり、ジャンプしてるときにトリック決めたりとか、いろんな。 テクニックがあってそれで滑っていくんですけど基本的に何が目的かっていうとハイスコアを出すすのが目的なんですねそのミスしないでコンボをつないでトリックを決めてまあいかにクールに滑れるかみたいな話になってきてでまあただこのゲーム初心者にも優しいようになっててまあチェックポイントがたくさんあってでかつまあ転んでも大丈夫ですしあとコンボ切れても別にその点数がクリア条件になってないんで極端なんし0点でも。 ゴールにつけばクリアできるみたいな形になった、ね、ゆえに初心者に優しいっていう話なんですけどただまあこれはっきり言って低スコアでクリアしても別に面白くないんですよね <laughs> 残念ながらもちろん当たり前なんですけどもともとハイスコアを目指して滑るゲームなんでハイスコアを競わないと面白くないっていうのがクリアできたとしてもってことですよねでももちろんそのハイスコアに頼らない面白さみたいなのは全然作れると思うんですけど まあただその他のゲームの例えになってしまいますけどトライアルズみたいなバイクトライアルのゲームでなんかゴールに着くと乗ってる人が爆発して死んだりとか UFO に連れ去られたりみたいな演出があるとかあるいはそのヨシークラフトワールドみたいにその背景がビジュアルがすごいこだわってておオリ,オリワールドはこだわってないわけじゃないんですけどただ進んでいくたびにどんどん新しい演出が用意されてるみたいな。 ゲームプレイだと多分その初心者とか特にスコアをハイスコアを目指さない人でも楽しめるとは思うんですけどやっぱり折オ々リオリワールドはやっぱりそのハードコアなアクションが基本にあるのかなという印象でそのハイスコアを目指さないと多分何も得られないんじゃないかなっていうのが正直なところでこれはそのやっぱりある程度スケボーの予備知識があってこのトリックを決めるとかっこいいとかこういうトリックでここを滑ろうみたいなことを考えないと。 おそらくただ単に滑っててゴールに入ってめちゃめちゃ褒められてスケートゴッズっていう神様に認められて「わよかったね」って言われるんですけど「うーん」っていう感じになっちゃったんでこれはなかなか難しいというかその僕もスケボーに全然詳しくないんで何がいけなかったのかみたいのはよく分かってないんですけどただやっぱそのプレイヤーの腕に合わせた適切なスコアのノルマみたいなのが やっっぱりあった方がいその全くないとそれは初心者向けというよりはハードルが低いだけなのかなってやっぱりそれぞれうんアクションゲームで何が楽しいってそ,のそれぞれのプレイヤーに適したちょうどいい難しいハードルの高さが必要でそれを乗り越えられたら楽しいんですけどオリオリワールドって基本的にゲーム進めていくとフルコンボ前提みたいになっていくんですよね基本的に。 頑張ればフルコンボいけるただコンボをつなげばつなぐほどめちゃめちゃ難しくなるっていうゲームでだから本当その難易度のスライドメーターが0か100かみたいな感じになっちゃっててそのプレイヤーがそれぞれうまく自分のとこに合わせられればいいんですけどそういう機能はあんまり残念ながらないというか目標自体はあるんですけどそれを目指すかどうかはまた別の話で。 しかもそのスコアを何点以上取ってライバルに勝ったらアバターのアイテムがもらえるみたいな話なんですけどまあアバターのアイテムは別に欲しいものだけ取ればいいだけの話なんでこれはちょっとそのあんまり初心,初心者向けというか分かってない人が遊んでもよく分かんないままなのかなというのは正直思ってしまいましたねうとあのそういう、まあ、そのハイスコアとかを狙わないでクリアだけ、えー、するプレイだったらその雰囲気芸としては成立しないですか そうですねキャラクターがかなり独特でそのスケートゴッズみたいなのがなんかあったりんか葉っぱの神様みたいだったりとかいて、まあ、もちろんそのあたりのキャラクターが好きであればうんあと他の登場人間キャラクターでも結構面白い人がいるんでそれが好きであればいけるんですけどただステージギミックとかはそんなにむちゃくちゃ面白いわけではないですね残念ながら。のあれですよね例えば「のの風の旅人」みたいな歩くだけでなんか物語が展開するとかそういうわけでもないですもんね。 そうですねやっぱりその物語パートとそのスケボーパートは完全に分かれててそのスケボーを始まる前にみんなで会話があってストーリーを読み進めていくっていう感じなんでまあやっぱりそのキャラクターとかが好きになれればまあもちろん面白いとは思うんですけどただまあそのキャラクターとかが話すことも基本的にスケボー文化に即した話なんですよね。自分がそのスケボーのこういう雑誌を書いてるとか写真を撮ってクールなトリックをみんなで 見ようみたいなな話とかなんですけどやっぱりその辺りも僕全然分からなくて<ー>うんだからやっぱり完全に分かんない人が楽しめるかっていうとかなりハードルが高いかなという印象は受けましたねなるほど <laughs> ただいいゲームなのは間違いなくてそのねグラフィックの淡い色合いを使った感じとかあとキャラクターの衣装とかも結構いろんなのがあってアルミホイルで作った帽子とかがあってそれで妨害電波を防ぐぞみたいなしょうもない <laughs> ダジャレみたいなやつがあったりとか、うん、結構その、うん、世界観とか全然作ってないわけでもないし、グラフィックとかも、うん、綺麗な感じなんですけど、やっぱりそのスケボーを分かんないとうまく刺さないのかなっていうのはあるかなと思います。なるほどね。まあ結構 <coughs>、ユーザー、あのゲーマーをええら選べるような作品で間違いないですよね、うん、そううですね。 わかりました。ありがとうございます。ちなみに、えっ、ー、と、プラットフォームどこでやってるんですか僕は PC でやりました。<laughs> 結構、あちこちいろんなハードに出てると思うんですけど。そうですね。プレイスで Xbox、Nintendo Switch なんで、だいたい一通りできそうですね。わ <laughs> かりました。じゃあ、最後に私いきます。えっ、ー、と、スターウォーズ、ナイツ・オブ・ザ・オール・レパブリックをやっております。あのち教えてください。 <laughs> あのまだクエしてないんですよねながら全てはまだ把握してないんですよえっ、ー、と <laughs> えっとまあでもあのこちらのゲームですねえっ、ー、と2003年の、えー、ゲームのリマスターなんですけどえっ、ー、とちょうどですねあの欧米だと、えー、去年の、えー、と9月ぐらいにあのえっ、ー、とその リマースターとしてあの発売されたんですけど、ちょうど、えー、先週、えー、日本、今月ね、あの5月中に、えーと、日本語版が、えーとえー、発売されました。で、なんらかの、これ、初めて、この Nights of the Old Republic の初日本国内リリースだということですね。当時、2003年にあの日本版出なかったので、初めて、えー、と日本語字幕で、えー、プレイすることができるようになりましたど。どのようなゲームで言うと、 えーっと、まず、バイオウェアが開発者なんですけど、マスエフェクトのシリーズを作る前のえ作品として、アクション RPG をえスター・ウォーズの世界観でやってるような感じなので、えーっと、で、当時、僕もやらなかったので、私も初めて今やってるんですけど、やっぱり、バイオウェア感が強い <laughs> というか、本当にマスエフェクトっぽいところはいくらでもありまして、あの、ストーリーが面白い、えーっと、キャラクターが 魅力的、自分の選択肢にかなりこう、ウェイトを感じるような感じがありまして、あの最後エンディングはね、あの2つありまして、自分がこう、ライトサイドのジェダイになるのか、ダークサイドのシスになるのか、結構はっきりした2つのエンディングが待ってるようなんで、あの、結構、やっぱそのバイオウェア感が半端なく強くて、そういったところで、 これ、どんだけ20年近く前のゲーム ?19 年前のゲームですよね。にしても、全然古く感じない。<laughs> かなり進んでたから、あの、えー、面白いんですよね。そういうところは。で、そのスター・ウォーズ、まあ、舞台の中で言うと、えっ、ー、と、まあ、我々が皆さん知ってる、えー、スター・ウォーズ映画のシリーズですね。あの、スカイ・ウォーカー・サーガーよりたい4000年前なので、えっ、ー、と、まあ、 我々の知ってる、こう、ルーク、スカイウォーカー、ダース・ウェイダーが一切、あの、出てこないんですけど、まあ、えっ、ー、と、シス対、えー、その、銀河共和国、えー、というストーリーなので、まあ、その辺は、まあ、割と映画と近いんですけど、ただし、えっ、ー、と、このゲームの発売された2003年だと、これは完全に、えっ、ー、と、ルーカス・フェルノを認めるロアという扱いだったのが、 えっと、ディズニーの買収によって、昔のいろいろロアだったものがロアじゃなくなりましたので、えっ、ー、と <laughs> な、なので、その最近やってる、こう、まあ、えー、ハイ・リパブリックとか、その辺のシリーズとか、直接つながるっていう話ではない。いわゆる、あくまでも、まあ、バイオウェアから見るスター・ウォーズ・ユニバースですけど、それにしても結構やっぱり話面白いんですよね。あの、 客キ,キャラクターのその何ていうか、まあ、キャラクター性結構前面に出てくるしあのメインキャラクターは人間キャラなんですけど、まあ、キャラメイクがあってあのはっきり名前もされてなくて自分が選べるものなんですけど、えーとまあ、基本人間型のキャラクターなんですけど周りにいろんな えっと、まあ、エイリアンのキャラクターは、もういろんな民族はいるし、えっ、ー、と、結構、あの、トゥイレックとか、ローディーンとか、アクアリッシュ、あともちろんウッキーとか、いろんなそのスター・ウォーズファンなら、こう、見てわかるようなエイリアンの、あの、キャラクターたちは出てきて、で、彼らも結構、まあ、キャラクター性は強いっていうのは一つの魅力ですよね。で、あとは、 えっと、まだ私3、3時間程度かなプレイしてるところはね、本当に冒頭なんですけど、もうすでにあの遊べるものが多いんですよね。基本、マスエフェクトみたいに、オープンエリアかなあの、複数の,あの自由に探索できるエリアがたくさん用意してあるような形で、完全オープンワールドまではないけど、えー、完全リニアでもないし、 ストーリーリがあってメインミッションがあるけどサイドミッションもいくらでもあるし、えー、また、えーまあ、バウンティーハンターミッションですよねあの賞金稼ぎのミッションいろいろ、えー、やりたければできるお金を儲かるためにできる、えー、または、えーまあ、レスリングじゃないんですけどアリーナバトルみたいなあのいわゆる遊びとしてやるバトルみたいなものもあって、えー、と勝,つと勝つとお金が あのもらえるということなんで、まあ、稼ぐためにやってもいいし、楽しいからやってもいいし、えー、またはカードゲームですね。あの、サバックじゃないんですけど、まあ、グイントみたいな <laughs> カードゲームが、えー、ゲーム内に収録されてまして、えっ、ー、と、やれたければできる。や、無視したければ無視してもいいし。なので、非常にこう、自由度の高い、やること豊富にある、えー、アクション RPG としてなってまして、もう、なんかこう、 まだ最後までやってないんでわかんないですけど、ボリュームはおそらく最近のゲームにもあんまそんなに負けないような気がしまして、結構その辺なんかきちんとできてますよね。しかも古いゲームにしてもそこまで古く感じないっていうと、そのまあストーリーテリングとかそういった側面も強いっもあるし、えっ、ー、と、ゲームのそのシステムとかも、えっ、ー、と、多分もともと Xbox と PC で出たゲームだと思うんですけど、まあ、今回 Nintendo Switch でやってるんですけど、 やっぱこう、スイッチとの相性が良くて、まあ、RPG っていうのもあって、どこでも遊べちゃうっていうのは一つ、えっ、ー、と、リマスターされたけど、そこまでフルリメイクでもないから、その画像、ある程度綺麗でだけど、まあ、スイッチの、あの、携帯モードだったら、まあんまり気しなくて進めるし、システムも、うん、アクション RPG として珍しく、こう、 キャラクターを直接操作するけど、例えば、えっ、ー、と、えー、戦闘なっても、リアルタイムの戦闘ではない、ターンベースの戦闘でもない、なんかハイブリッドなシステムとなってまして、割と最近の FF7 リメイクに近いような、<laughs> まあそこまでがっつりしたね、あの、えっ、ー、と、ターンベースのところはないですけど、あの、一応、こう、裏側でだ、あの、システム上でダイスロールがあるみたいな感じですので、 えっとまあ戦いに向けて準備する、えー、良い、えー、アイテム良い武器をあのゲットする、えー、アップグレードする自分のキャラクターのアップグレードするまあ RPG ライクのところがあってそれをうまくやればえっ、ー、とそれに加えてそのバトルの中でそのランダムのその部分が、えー、うまくいくような あこう,今うまくいくようにはあのコントロールできるというか、なのでこう直接こう、例えばライトセーバー振りながらバトルに入るっていうイメージじゃなくて、あのターンベースじゃないターンベースみたいな感じなので、<laughs> 相当なんか不思議なシステムなんですよ。あまり最近そんなに見ないけど、古くも感じないし。 あ,のあんまりそんなにこう古いゲームでよくあるフラストレーションたまるところってかす結構少ないんですよね。なので本当にその当時この2003年出た時もうレビューの評価とかものすごく高くてファンの中の評価高くて、えっと、今のメタクリティックを見ても,もう93点取ってましてかなりこう高めなゲームであるんですけど<ー>まあ今プレイしてもやっぱり成り立つというかちゃんとあの最近のゲームらしく。 プレイはできるの全然ょっすよりあの。たまにあの最近スイッチ、特にスイッチで、あとまあ PS とか Xbox にも出るんですけど、その昔の「スター・ウォーズ」ゲームが最近にいろいろリマスターされてあの再発売されるものが最近多いんですけど、一通りこの間ジ、ジェダイ・ナイトスイッチ版でやったら、まあ、アクションゲームだからちょっとこのフルアクションの操作、ちょっときついなという気持ちと、 あのスター・ウォーズ・レーサー、レーシングゲームなんですけど、ゲーム相当面白いんですけど、スター・ウォーズの再現度も高いんですけど、ちょっとコントロールとかちょっと微妙だなとか、AI ちょっと古いやなってなったんですけど、今回はそういったフラストレーションは一切なく、あの割とこう最近のゲームと同じように楽しんでます。<laughs> 結構びっくりしてます。はい、どれぐらいやってんすか今のところだいたい3時間ぐらいだけですよ。はい、なので、これからだと思うんですけど。<laughs> でも、その3時間の中で結構割とすぐ最初から結構こう、自由度が高いゲームですよね。あの、最近のオープンワールド系のゲームだと、まあでも最初の2時間はチュートリアルだよね、みたいな感じで、一本道に終わってからやっと広がるみたいな感じなんですけど、今回は割とそうじゃなくて、あの、まあ最初はもちろんこう、決まったこう、段取りはあるんですけど、 あの結構でもすぐに広がるような感じですよね。な,はい、なので、もうすでにあの3時間だけの中でいろんなサイドゲーム、いろんな、えー、そのサイドミッション、そしてもちろんメインミッション、いろんな追加キャラクターとか、あのその自分のパーティーのメンバーになる、ね、追加キャラクターとかあー、いろいろ出てきたので、結構やっぱなんていう遊びの種類とか豊富ですよね。はい <laughs> うん、結構おすすめします。特にスター・ウォーズ好きなのであれば間違いなく私ももっと早くやればよかったっていう気持ち今なってまして面白いんですよね。あの結構ねやっぱ当時のスター・ウォーズのゲームの中でね、うん、やっぱ一番評価されてたと思うんでね。うん、そうですねはい。でまあ最近のスター・ウォーズのロアに繋がらないっていうのは残念に感じる人はいるかもしれないけどまあ僕は別にそれはそんなに重要でもないし <laughs> えっとまさに4000年前の話なんで。 あの無難なじじ時代を <laughs> 描かれてまして、あの、<laughs> あの、なんていうか、我々の大好きなスター・ウォーイズ映画作品とかを汚しちゃったとか、そうまあ、ない,ないので。自由に見てはね、そう,そ,そうなんです。はい、そ,うそうそう、本当にそう思います。今後あの、リメイクされまして、しかもそのリメイクは、 ニンテンドースイッチに来ないんですけど <laughs> あの、PS5 と PC かな、フルリメイクをされるんですけど、その時はね、ディズニー買収の上でまた改めて、えーと、元の作品の中にある話はまたロアに戻るのか、完全にストーリーは変わるのか、その辺ちょっと気になっているので、まずは、えー、と原作をあのやろうかなと思っています。はいはい。 じゃあだいそういうところですね今週はそんなゲームクラブさんカーもクリアしました何をクリアさあ、ね、カーはないやつ最近出てきてないだから誰かが今カーをプレイしてるんじゃないの僕の部屋で <laughs> クラブさ,、ね、さんがカーの主人公でもなく NPC、まあ、です <laughs> <PC> 今どっかで吸,られ吸われてるかもしれない知らないうちにいやだ はい。ということで、えー、と今週、遊んだゲームはここまでにしたいと思ってます。皆さん、ぜひぜひ、あの今回の、ね、作品について、えー、思い出があれば、ぜひあの書いあのコメントとして書いてほしいし、えー、また、今週、遊んだゲーム、何を遊んでますか、ぜひ教えてほしいな。 よろしくお願いします。はい、あとはチャンネルの登録も、えー、ぜひよろしくお願いします。はいということで、えっ、ー、と、黒らさん、渡辺さん、今回も、えー、出演ありがとうございます。ありがとうございました。あいしたはい、そして視聴者の皆さん、今回も、えーね、視聴していただきありがとうございます。また来週までにお待ちしております。はい。バイバイ。バイ